はい、皆さん、まあ、こんばんちは、アポロンです。今回もチェロ級ハイグレード2プレイしていきたいと思います。はい、それで今回ですね、リチャードに戻ってきてもらいましたもん。村長は全然使えなかったんで、もうリチャード復帰です。で、またお金の方も貯めて、エンジンも現環境では最高のパーツにしておきました。はい、それではレースに挑んでいきたいと思います。ゴロゴロバレーから。ここは確かリチャードが結構得意だったような、リチャードに負けた記憶があるコースですね。まあジェットがあるんで、ジェットタービンがあるんで負けることはないと思うんですけど、うわどうしよう速攻つまずいたな。あんまり使いすぎるとエンジンっていうか、ガソリンがなくなるから。リチャード遅いな。厳しいなこれ。ステアリングがみんな苦しんでんだ。ここで使った方がいいか。ただもうガソリンが半分ぐらいになってきたんだよ。メーターの右下というか右に出てるのがガソリンです。いや、 やっぱこいつが速いんだよ。最湿気のコマンドで。うわ、早いな。早っ。早すぎないか。ここで追いつくしかないな。全然追いついてないな。うわ、点滅し始めた。こっち走った方が早いのかな。うわ、すごい差がつくな。何つけてんだ。デッドヒート。おお、よしよし、これは勝てるぞ。結構差がついてきたか。いやー、どうだろう。ガスがいけるな。おお、勝てた。うん、あ、仲間は全然ダメだな。何なんだろう。どうやったらあいつら活躍してくれるのか。ここは難しかったような。お、リチャードが1位だ。ステアリングが厳しくなってくるな、これだけスピードが。うわ、うわ、この隊列というかひどいなこれ。こんだけ団子だと厳しいな。
おお、飛ぶ、飛んで、なんだあいつ、飛んでいったら、うわ、すげえ減速してる、みんな苦しんでるな、ここ。よしよしよし、一周目から1位ってことは圧勝だ。なんかぶっ飛んでいったからな、コンピューターにはちょっと難しすぎるコースだな、ここは。あ、詰まってきた。みんないい順位取れてるな。なんだろう、タイヤがオフロードにしなかったってことはないよな。ここを飛ばないように。おお、300キロ。うん、久しぶりの2位だな。あとはどこだろう。キノコか。キノコってまだあったっけな。あるな。ここはウェットかな。ウェット。ウェット。ウェットと。あ、違う。よしよし、ウェットだな。お、ボブが1位。うわー、これすごいな。うわ、難しいこと。みんな同じ動きしてる。うわ、リチャードが邪魔だな。なんか邪魔してきたのに、二人で邪魔してきてるな。ジェットつけてるか怒ってんのかな。一個しかないからな、ジェットは。お、ここだな。ジェットタービンの使い方で差をつける感じ。うわ、早いな、こいつ。うわ、飛んだ。ここで抜けるが。あ、しまったな、使いどこ見せたかな。おお、あ、そこそこの順位だな、こいつらも。7位と8位か。うん、どうしようかな。まだレース行くか。レースばっかだからな。あ、マウンテン。ここはスタッドレスと。よし、これで。ジャンプしないようにしとかないと。団子がきついな、この。
うわ、邪魔邪魔。どうなってんだもん。お、1位だ。語ってくるからな。こっちの方が早いか。性能はこっちの方が良さそうだな。あ、またこいつ来た。あ、ここで巻き返せるから。ん？まだここにいるやつがいるな。あっちの、なんていうんだ、コースだ。うわ、なんか壁がある、壁がある。難しいんだろうな。よし、あとは、ジェットで。うん。10位、8位か。まあまあ、見れる10位にはなってきたな。あ、9位に上がった。あ、グランプリに出るか出た。グランプリに出るか出たぞ。次からグランプリ編かな。ちょっとその前に、ここの、スキーどこだ、スキー。広告のところだな。で、スキーをつけて、あの、ミニゲームあったな、ここの。それをやってから終わりにします。どれだ？この山の上にジャンプ台があるんで。ん？スキーつけてるかこれ。でも広告看板なくなってるってことはつけてるってこと。こいつはなんだろう。あ、仲間か。それ大したことないかな。あんだけやる気あるって言ってた村長がひどい順位ばっかだったから信じないと思う。よしよし、ここでジャンプと。うん、ジャンプするだけですからね。ただこのウィングがあるんで、ウィングでこのジャンプするよう一緒行って、これで、これは行くだろう。あれ、なんでだ？バカにされてるな。え、なんでだ？スキーがダメなのか。これで、あ、行った行った。何だったんだろう。200メートル、すごい。うん。これだけか。これだけか。ん？あ、あるんだな、やっぱり。はい。ということで、今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回からあのグランプリ編をやっていきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。